こんにちは、松岡真由です。渡辺大地です。今回私たちは埼玉市に浦和美園にあります公園に来ております。勝手に震えてろという私の初主演映画が12月23日に公開になるということでロケを観光いたしました、はい、いや本当にもうね公開しますね、うん、いよいよ。今回の作品でですね、主人公吉川は北村匠海くんが演じている一という男の子に片思いをしています。もう脳内片思いを10年間してるんですけども、その子は初恋の相手なんですね。その一くんと再会するためにいろいろ画策を物語の中盤でしていくんですね。ちょっとそれできるんじゃないかということで、今回渡辺大地くんの初恋の人に会ってみようっていう企画を考えました。いいんすかって、あのドキドキ、いやドキドキしてますよ。な、何時代の小中高、何時代、あの高校の時の、その人の名前は言っちゃっていいのかな。白石すみれさんっていう方なんですけど、名前からして可憐ね。大地くんにとってどんなところが一番こうグッときたポイントだったんですか。いやすごくこうおしとやかで、まあ、どっちかっていうとこう清楚な感じというか、あ優等生でみたいな。そうすごい頭良くて、隣の席になったことが、はい、一回だけあって、あらそれは、でその時に、うん、なんていうんですかね、うん、これどこの製品、どこのメーカーのシャンプーっていうぐらい、ちょっとめちゃめちゃいい匂いがしたんですよ。ちょっと、例えばなんか仕事してるならどんな仕事についてそう？あのね、あの彼女確か、うん、その子供とか、うん、動物とかそういうのが好きなんですよ。で、なんかそういうちっちゃい子とかと遊んでるのは見たことがあったんで、幼稚園 の、 あの先生とか、うん、飼育員さんとか、そうそうそう、動物、うん、動物の飼育員さんとかやってたら、うんうんうん、おーって思いますね。お写真とかないの？ちょっとイメージを分かせたいから。今回その企画、こういう企画でちょっと会うかもしれないって言って、ちょっと友達に、あイメージ通りです。これ高校の時のやつだと、うん、いや俺だってずっと、あどうこうバレずに匂い嗅ごうかなってこうじゃあ私がすみれさんね、あちょっとごめん鉛筆取るねみたいな、なんつうの、ちょっとキモい。すみれさんに何かしたいこととかってありますか？手紙とか読んじゃう？手紙、うん、いや実はですね、うん、僕今回歌をプレゼントしようかと思ってまして。何それ殿下の宝刀出しちゃうってこと？いや実はずるいよ。こう僕のできること全部ここでぶつけようと思いまして、もう今日はその歌を、え、じゃあ弾き語りとかで、ちょっとね、残念ながら今ほんと申し訳ないですけど、え、何これ、腕を、ね、ずっといつ言おうかなと思ってたんですけど、指の骨を骨折しちゃってて。バンドマン、え、じゃあ今日はどうしたらいいですか？もうアカペラでいきます。アカペラでいきますか？でも僕ぐらいになるとも伝わるものができます。大地くんのアカペラ聞いたことないけどいけますか？頑張ります、頑張ります。一応そこ入って歌ったりはしてた、してた。へえ、まあ、今のバンドメンバーと一緒にやってて、あもうすでに、そう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 。で今のバンドメンバーそこで出会ったっていうか、高1の時に同じクラスで出会った、うん、だからそのすみれさんとも同じクラスでバンドメンバー、あ、いやバンドマンのメンバーさんもすみれさんのことは知ってるんだ。そうそうそう、うちのバンドメンバーは知ってます。でも今何してるか知らないってこと？うん、いやむしろあのギターのやつとかやめちゃったんですよ途中で、学校やめちゃったりして、うん、あ、じゃあみんなやっぱりあんまりその状況に詳しくないんだ、ね、うん、そうそうそう、でもさ、うん、やっぱりこう同級生だからこそのさ思い出話とかも浮かぶじゃん、うん、だからやっぱりその、うん、なんか思い出話に花を咲かせるもよし、だ今日はね、はい、やっぱり思い出話もよし、うん、やっぱ適齢期だからさ、それ本当照れるね、マジで照れるね。え、大地くん今はいないの？いないいないいない。あ、じゃあ聞いちゃってもいいじゃない？マジで照れるね。照れるね。あるかもしれない、あるかもしれない、あるかもしれない。マジで松岡真由だ。あ、すいません、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうしました、あ、ごめんなさい、撮影邪魔ですか、ちょっとずれますか。え、いや、ああ呼ばれて、あ、あれすみれさん、すみれ、あれ、すみれさん、あ、渡辺です。え、渡辺です、あの、大地です。え、鍋、あ、そうそうそう、え、マジでめっちゃ変わってない。え、面影ある、面影がある。いや、あ、こんにちは、マジか。いや、すみれさんの初めまして、松岡と申します。あ、来てもらって本物だ。